Kids アミューズメントゲームを原作とするアニメ作品シリーズ、プリティシリーズの最新作、秘密のアイプリ、テレビ東京系、毎週日曜前10時、7日スタートで、W 主人公の声優を務める、藤寺美徳、青空ひまり役と、平塚さより、星川美月役、超ときめき宣伝部、イコール、ハートのアンズ、ジュリア、姿秋、辻野かなみが5日、東京、中池袋公園で行われた、秘密のアイプリ、スタート記念バズリウムトラック点灯式に参加した。プリティシリーズは、キッズアミューズメントゲームを原作とするアニメ作品シリーズ。2010年にアミューズメントゲーム、プリティリズムミニスカートを皮切りに、プリパラ、キラッと、プリ、ちゃん、ワッチャプリマジ、など様々な作品に形を変えながら、みんなの夢を応援するというコンセプトを継承してきた。ときせんと共演した平塚は、すごく可愛くて、ずっと見ていますとにっこり。アニメで、ひまりとみつきは、学校では今私たちが着ている制服を着ているんですけど、アイプリバースに入るときは、ときせんの皆さんのようなすごくキラキラしてて可愛い衣装に変わるんです。ライブの盛り上がりが最高潮になると、ライブ衣装もステージも最高に光るバズリウムチェンジが起きるんです。とアピールした。